去る11月24日、東京都目黒区にある成蹊進学校にて、JEA 社会委員会と進学委員会共催による信教の自由セミナーが開催されました。憲法で保障された国民の権利である信教の自由ですが、しばしば日本の慣習の中でこの権利が侵される場面に遭遇します。現代日本の混乱した状況の中で、これをどのように理解すべきか、どのように祈るべきか、4名の講師による講演が開かれました。この信教の自由をめぐる意見というのが、多方面に渡っていて、教会の中でも一様ではないと。でそれについて、多様性といったら聞こえはいいけど、実際にはかなり混乱していて、なぜ教会がこのことを取り上げるのかとか、なぜこの問題をに、教会が関係するのかということについての理解が十分ではないと。なんか信教の自由だけっていうと、なんかすごく政治的なあれになるんだけれども、その教会の営みとして考えたいっていうのがそもそもの趣旨です。はじめに泉福音教会牧師の青木義則氏が、宗教改革と信教の自由と題して講演しました。マルティン・ルターはボルムス帝国会議に召集された際、健全な良心とそれに基づく正しい判断には聖書の言葉につかまれ、御言葉と良心とが一つに結び合うことが必要不可欠だと主張しました。青木氏はこのことから現代への語りかけを次のように語りました。私たちの良心というのは、いろいろな情報に左右されたり、あるいはそれに束縛されたりする面があるので、そういうものを一度相対化して、そして聖書の信仰に基づいて私たちがそれをきちんと判断していくということが一番大きな語りかけではないかと思います。次にシオンの群れ教会牧師吉川直美氏は、天皇の代替わりと神学と題して、1年数ヶ月後に迫る天皇の代替わりに注目し、即位の後に行われる大嘗祭を中心に講演しました。また西堀キリスト福音教会の須田武氏も大嘗祭に注目して、聖書信仰と大嘗祭と題して語り、この信仰に関する課題は教会全体として取り組む必要があると強調しました。最後に講演した赤羽聖書教会の野寺恵美氏は、聖書信仰と抵抗権と題して、キリスト者の抵抗は主への服従であり、これは信仰と言い換えることができると語りました。福音主義的抵抗、すべての正義を作り出す説教と実践を通して、生けるキリストの栄光をこの世に表していきましょう。参加者の皆さんからは、現代社会のさまざまな問題に目を向け学んでいきたいという感想が多く聞かれました。大嘗祭のことに興味があって今日は来たんですけれども、日本の文化とか慣習として巧みに溶け込んでしまっていて、なかなかそれを客観的に見つめることが、なかったので、今日の先生方のお話を聞いて、その問題点であるとか、法的に見てどうなんだろうとか、私たちの権利から見てどうなんだろうということを客観的に見られたことがすごく印象に残りました。やっぱり知らないことがやっぱり多すぎるし、知るべきこともやっぱり多いので、まずは教会内でシェアをしていき、そして私たちが社会に出ていって何ができるかわからないですけど、 何かやっぱり、していく、地の塩用の光として何かやっていくことがある求められているかなと思われます。4名の講師によって客観的な、そして聖書に基づく洞察が与えられました。キリスト者が健全な問題意識を持って日本の慣習や文化を見、地の塩、世の光としての役割を果たしていくことが求められています。